はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第221回どんどん夢が叶うメディカズでございます。本日のゲストでございますけども、これ肩書き一応ね、癒しサロン天使の微笑み、はいはい、それしか情報なかったですけどいいんですかねこれ。はい、それでもう十分です。癒しサロン天使の微笑み、綾小路桐生さんでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はね、実はもう今始まる前からたくさんの方にねコメントいっぱいいただいておりますけれども、今日は綾小路桐生さんということで、はい、まあ、私もちょっと Facebook に今日書かせていただいたんですけども、はい、まあ、お仕事というかね、はい、現在されていることっていうのはどういうことなんでしょう。はいはい、まあ、分かりやすく言うと、人のお悩みをいろんな角度で解決するというのが私の仕事です ね、はい、だからまあよく占いというふうに思われがちですけども、はい、まあ、占いもやるけども、はい、どちらかというと今は占いは正直やってない、やってない、はい、いつでもできるんですけど、あえて占う必要ないというか、はい、それはやっぱり 霊感、まあ、そうですね、まあ、霊能力者の、はい、お一人であると。そうですね、ただ皆さん混同しやすいのがですね、うんうんうん、霊能力と霊媒っていうのは全く違うものなんだっていうことをまず認識していただきたいですね。だからね、ここら辺よくわからないんですけど、はいはい、まあ、霊媒っていうのはその霊が自分に乗り移る、まあ、分かりやすく言うと、まあ、もちろんそういうやり方もあるんですが、一般的にはその俗に言う神様を自分の体に下ろして、うん、お告げのようにお話をするというのが霊媒師、霊媒師ですね。で、霊能力者というのはまたちょっと別な能力で、まあ、分かりやすく言うと、まあ、陰陽師であったりとか、うん、やっぱり修行されていろんな術が使える方、そういったことができる方たちを総称して霊能力者という呼び方をしてて、霊媒と霊能は全く手法が違うと、まあ、全くでもないですけど、うん、かなり違うというふうに。その人が持ってる能力の一つなんですか、はいはい、まあ、そうですね、分かりやすく言うと霊媒は訓練次第でやろうと思えばできるんですが、うん、霊能はですね、正直相当辛い修行するか、やっぱりこう最初から与えられても、そうですね、神様からお前やりなさいよと、うん、使命みたいな、まあ、そうです、うん、使命としてそういう能力を与えられた、うん、はい、なるほど、そうなんですね。で、はい、まあ、そのもともと桐生さんは、はい、小さい頃からなんかそういうのあったんですか。僕がこの世界に入るきっかけになったのは、まあ、最初はもちろん本業ではなかったんですけれども、中学1年の時に全く霊感はなかったんです、うん、それまで全くなかったなかったんですね。普通の子供、もう普通のごくごく、もう幽霊なんか怖いでも見たいみたいなそういう子供だったんですが、うん、ある時その本屋さんに行った時に、うん、まあ、たまたまその書店の前にそのこう山積みになってた本の中に、はい、心霊写真集って本があって、うんうん、怖がりなくせにそういうのがちょっと興味があって、まあ、皆さんありますよね、はい、怖いもの見たさ、そうなんですよ、うん、それを見ながらうわ怖いとか思いながら、うん、そのまま家に帰ったんですね、うん、そしたらなんか人生で初めて後をつけられてる気がすごくして、うん、でその日の夜まあ、俗に言う霊的なものに声をかけられて、うん、腕をポンポンって叩かれたんです。で自分一人しか寝てる時、寝ようかなと思った時ですね、うとうとっとした時、うん、はい、で自分しか部屋に、まあ、自分の部屋なので当然自分しかいないんですけど、うん、最初に腕を叩かれて呼ばれたんですね、うんうん、でこれは皆さんちょっと気をつけていただきたいんですが、呼ばれて絶対返事をしてはいけないんですね。あ、そう、はい、皆さんちょっとのっけからすごい話になってますけどもね、はい、気をつけてくださいよ皆さん、はい、声返事をしちゃいけないね。そうなんです、うん、それでうかつに返事をしてしまうと、僕もそれ知らなくて返事をしてしまったらですね、うん、その霊体がずっと家に居座られてしまって、うん、一人留守番しても何か家族がいるような音がすごくするんですね、うん、生活音みたいなのをして、へ、でもうそれが半年ぐらい続いた時に、それはその時怖かったの。いや怖かったですね、ずっと怖かったです。
もともと怖がりなんで、誰にも相談できないですよね、それ。それでもうちょっと頭がおかしくなりかけた時に、うん、たまたまそのうちの実家の前に住んでらっしゃった方がちょっと少しだけ霊感があった方 でその方にちょっと相談したんですね。今こういう状態になっててどうしたらいいですかって言ったら、あなたがね怖がるから面白がってね居座るのよって言われたんです。あ、そうなんだって、うん、であなたが怖がらなかったらこの霊体どっか行っちゃうわよって言われて、うん、分かりましたって言って2週間無視してたんですね。そしたらということは、はい、その間いろいろちょっかい出されるわけ、はい、あの音がすごいんです。音とか声はしないんですけど、うん、ドアにすごく体当たりしてきたりとか、ドーンドーンと音がして、ビクビクってするわけだ。うそうです。で、僕の部屋がちょうど玄関のドアの僕2階で、下にその玄関があって、そこにこう体当たりする音がするんですよね。下で。そうです。やだね、はあ、結構だからもう自分しか聞こえないわけでしょ。ああ、家族に 言うんです。なんか、うん、来て来てって言うと、うん、で呼ぶじゃないですか。そうすると音がパタって やんでしまうんですね、はい、で何も聞こえないよって言われて、で一人になるとまた音がするんです、ね、だからこの子頭おかしくなったんじゃないなと思われちゃうもんね、うん、そうですね。で僕自身もはっきり言ってちょっとこのままだと気狂っちゃうなと思ったんですね。聞こえない、誰もいないのにいろんなものが聞こえたりとかして、このままだと頭おかしくなると思って、向かいのおばさんに言われた通り無視したんですね、うんうん、そしたら2週間で、ね、パタンっていなくなっちゃったんですよ。へえ。とか出てっちゃった。無視ってのはどういうふうにしたの。怖がらない、存在、音がしても知らんぷり、知らんぷりしてたんです。そしたら2週間でいなくなったんです。へえ、そういうもんなんですか。そうです。実はあの霊っていうのは自分の存在に気づいてほしくて、うん、認められたいと。そうなんです。気づかせよう気づかせようとすごくしてくるんですね。そういう霊っていうのは、はい、いわゆる、はい、まあ、その亡くなった方の霊ってことなんですね。そうですね、はい。まあ、もちろん生き霊的なものもあるんですが、基本的にはやっぱり亡くなっている方の方が多いですね。なるね、はい。でその体験を通して、はい、何かあったんですか、はい、その後。その後にあのやはり半年間もずっと家に居座られて、うん、何とかしなきゃ何とかしなきゃっていう気持ちがすごく強くて、それでふと気づいたらあの、まあ、俗に言う超能力が覚醒してしまったんです。へえ。僕もちょっとびっくりしたんですけど。どんな感じ。あの予知能力ですね。へえ。先に起こることがどんどん分かるんです。ちょっと待ってくださいね、はい。あ、2回カエさんが2階で1人なので怖いってコメントがあります。確かこれ今の話1人で聞いたら怖いかもしれないよね。まあでもその霊体っていうのは実は、まあ、申し訳ないけどほとんどが飲みとか蚊とか肺ぐらい、まあちょっと他の生物に例えるとですけど、その程度の力しかないんです。まあなるほどなるほど、はい、だからそんなに怯える必要はないんです。ないんだけど、まあその頃はね、はい、知らないしまだ子供だったし、はい、怖がらして自分の存在を気づかせるというのが彼らの手法なんですね。そんな怖がる必要ないですって、うん、そうですね、はい、全然怖がる必要ないです、うん、はい。カエさん怖い怖い大丈夫だって言ってるでしょ、大丈夫、はい。相田さん、あ、こんばんは。今日は神秘的なお話ですね。原田さん着席しました。いきなり例の話っていうところでね本当はこういう話はね、あまりこうするはずではなかったんですけど、ね、まあそれで、はい、能力がこう身についてる。そうなんです。予知とあと投資能力とあと念力ですね。それがもうすごいことになっちゃって、はい、それ中学校の時ですか。中学1年の時ですね。その時そのもう力が、はい、もうそれがスタートでしたね。とにかく先に起こることが泉のように分かるんです。止められないんですよ、自分でも。抑えることができないんです。ただ一つだけ条件があって、自分に関わること、自分が興味のあることしか予知できないんです。へえ、それも面白いですね、はい。でもそれどのぐらい先のことなんですか、予知できるの。あのその時その時で違うの、数秒先とか数週間先とか数時間後とか。そうなんですか。状況によってかな違うんだ。違います。はい。念力っていうのはどういうんですか。念力っていうのはあの、まあ、分かりやすく言うとこう念を使って人を転ばしてたんですね、はい。そのことできるんですか。ああ、その時はできましたね。へ、はい。ただそれも条件があってですね、子供の時超貧血症だったんですね。しょっちゅう立ちくらみで自分が
倒れそうになったり転びそうになって転ぶって思うと、自分は転ばないんですけど周りの人が必ず誰か転ぶんです、ね、100% 転ぶ。それってその頃からじゃそういうのがあったんじゃないですか。そうですね。だから僕最初偶然、最初あまりにも偶然かなと思ったんだけど、あまりにもコロン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 転んじゃうもんだから、うん、これは何かやっぱりちょっと目に見えない力が働いてるんだなっていうのが、まあ、その時に気づいたんですね。あと投資もすごかったんですね。トランプ裏返しにしても全部表に見えたりとか、そういう能力が自分で身についたっていう時は、はい、どう思ってました、うん、この能力なんかに活かせないかなと思いましたね。まあ、実際大学生の時もその能力を使って、本当はあんまり良くないんですけど、あのギャンブルでその能力を結構使ってたんです。ギャンブルってそういう能力使えなくなるってよく聞くんだけど、当たるの？あのその当時はもう恐ろしいぐらい分かりました。本当？はい、ギャンブル負けなかったですね。だけど当たるんだギャンブルも。まあ、分かります。はい、麻雀やる方だったら分かると思うんですけど、あの裏ドラっていうのが1枚だけ麻雀のその牌でペロンとめくってる、うんうん、その裏側にある牌の次の牌を持ってると得点が上がるんですね、うん、その裏側にある牌の映像が見えるんですよ。投資みたいな、投資だなんか見えちゃうの？見えちゃうんですね。あ、これだって分かるんです。自分でも本当にね、なんか恐ろしいぐらい。はい、で次に何を持ってくるかも分かるんですね。競馬新聞を見ると一着になる馬が分かるんですね。本当に、はい、それギャンブルでなんか当たらないって噂を聞いたことあるけど当たっちゃうんだ。当たりました。でもその能力はあまりにもちょっと使いすぎてしまってですね、うん、だんだん欲がこう湧いてきてしまって、そうするとどうなの？そうするとだんだん分かんなくなっちゃうんです。面白いね、うん、なんかやっぱりそういう欲が出てくると当たんなくなっちゃうんだ。そうですね。あのパチンコ屋さん行くじゃないですか、うんうん、それで僕はもうただ台を見るとですね、うん、台が大きく見えたり飛び出して見えるんですよ。そういう台が当たる台なの？もうすぐそこ座るとすぐ出るんですね。でそういう台がないとやらないで、こう例えば授業始まる前とか、まあ、始まる前っていうか時間が空いてる時とかに、まあ、大学の時ですけどパチンコ屋さん行って台をじーっと見るとすぐ分かるんですよ。あ、これ出るって。それ大学の時に聞きたかったのがどれだけパチンコでお金使ったか分かんないからね。、うん、本当にねカミソリのようにいろんなことが分かりましたね。それは周りの人は知ってたの？あ、自分の両親が一番分かってましたね。友達とかに言ってないの？あんまり信じてもらえなかった。あ、言っても信じてもらえない。うん、うん、あんまり信じてもらえなかった。両親はそれを聞いてどう思ってたんですかね？ あなたは そういう世界で仕事した方がいいよって父親も母親もそういうふうに言うんですね。へえ。びっくりとかじゃなくて、僕にとって当たり前の能力なんですけど、親からするとびっくりでしょ。びっくりするわけですよ。はい、いろんなこうテレビ番組を見て、例えば霊能力者を試すような番組が昔かなり前にあったんですけど、うん、その出題した答えが全部わかるんですよ。それをその僕がこう答えるじゃないですか、うん、まあ、その当時はブラウン管ですけど、うん、ブラウン管を見て答えますよね。そうするとそれが当たってるか親がびっくりするんですよね。あ、びっくりするね。なんでお前はそれが分かるんだって言って、うん、はい、僕にとっては当たり前のことなんだけど、はい、うん、それが最初の始まりでしたね。はい、でもそれをこうね、はい、どう使っていったらいいのかとかそういう方向性とかは全然分かんなかったんですよ。まあ本業にするつもりは全くなかったので、まあ、なんか自分の生きるのに役立てばいいかなとか、まあ、小遣い稼ぎができればいいかなぐらいで本腰を入れてやるつもりはなかったんですよね。はい、でもなんかねギャンブルで当たっちゃうばね。まあ、そうですね。で、あの実はそういういいものも、まあ、いいものっつってはあれなんですけど、やっぱり人の死とかも分かってしまうんですね。顔見た瞬間分かるんですね。へえ。それ辛いね。はい、で実は僕結構言うんですよ、うん、直接は言っていけないっていうルールがあるので、うんうんうん、病院に行ってくださいとか、うん、検査を受けてくださいって言うんだけど、そういう人に限ってね病院も行かないし検査を受けないんですよ、うんうん、元気だから行く必要ないんだよねって言うんですね、うんうん、だけど数ヶ月後にやっぱりそういうことはなくなっちゃうんですよ、うんうん、結構僕の周りでも、まあ、亡くなってしまった方いますけど。それは幼稚なんですか？それはそれはあの、まあ、それは予知というか思想ですね。顔にそういう層が出るんですね。これはまあ一種直感みたいなものですけど、ね、はい、
皆さんお分かりになりましたか、綾小路希龍さん、こういう、まあ力が、まあ、あるということで、はい、あの僕はもっと 特技がいっぱいあってですね、前世を見たりとか守護霊と話をしたりとか、で守護神というのも皆さんどなたにも、まあ、ほぼ必ずいらっしゃるんですね。守護神というのはほぼそれぞれの人についてると、はいはい、まあ、そうですね、はい、どういう方がつくんですか、守護霊って、守護神って。分かりやすく言うと、あの守護霊と守護神というのは、うん、ちょっとこう役目が違うんですね。でその守護霊っていうのは、例えばご自身がタレントだとするとですね、うん、守護霊様はご自身の身の回りの世話をしてくださるマネージャーみたいな守護霊がね、そうです、 お茶欲しいです、はいどうぞとか、まあ、分かりやすく言うとですけど、はいはい、そういう身の回り、はい、例えばこのまま行ったら事故になるとか、うん、事故した時に助けてくれたりとか、うん、身の回りのことをサポートしてくださるのは守護霊なんですが、うん、やっぱりこれも強い弱いがあるんですね、うん、だから例えば同じ交通事故でも助かる方と亡くなってしまう方っていうのはかなり強い守護霊がついてると、そういう事故から命を守ってくださったりとかするんですね、はい、守護神、守護神はあのご自身が芸能人だったとするとプロダクションの社長さんみたいなお役目なんですね。はい、だからご自身が歌手が向いてるのかタレントが向いてるのか、はたまた何かモデル的なものが向いてるのか、こうそういうあなたはこの道に進みなさいっていう、そうなんです、導いてくださる。ただ本人がそのこの道で行こうと思ってたのが方向転換してしまうと、当然守護霊も変わってし、あの守護神も変わってしまう、ね、変わっちゃうの、変わります、チェンジみたいなするんです。はい、守護霊も変わる。守護霊は基本的にはその守護霊次第守護霊次第、まあ、ある意味守護霊次第なんですけど、その人をずっと守ってあげたいって思えば、はい、守護霊とか守護霊って一人なんですか。あの基本的には一人ですが、まあ、それをサポートしてくださってる例えばお身内の方だったりとか、あの指導霊だったりとか、まあ、そういう、まあ、別な、まあ、会社でいうと社長部長専務みたいな、まあ、そんな感じでこう複数の方がいらっしゃるんですが、僕は基本的にはメインの人しか見ないようにしてるんです、うん、もう全員の話聞いてるともうなんかもう長くなっちゃって、一応その社長さんだけに聞くようにしてるんですけど、はいはいはい、まあね、そういうのが、はい、まあ、あの金さん見えるわけですよね、まあ、そうですね、はい、いろいろ、はい、でそのまあそういう能力がずっとその中学校ぐらいから続いてたじゃないですか、はいはい、でそれをなんていうの、人にこう相談を受けてやり始めたっていうのは、はい、いつぐらいからなんですか。ちょうどほぼ3年前ぐらい。3年前、うん、はい、でまあもう大丈夫だと思うんですけど、僕あの前職はイトーヨーカドーで働いてたんですね。そうなんですか、はい、だからよく休憩時間とかにパートのおばちゃんからちょっと見てくださいとかいうこともありました。それはなんで、それ自分はできるって言ってないのに見てくれっていうの。いやそれはちょっと宣伝しましたけど、ね、ああなるほどなるほど、はい、できますよって、こういうのできるんだよって言って、うん、で一人、まあ、ちょっと名前は言えないんですが、うん、まあ、女性の方で、あのちょっと事故に、その方がちょっと事故に遭う感じがすごいしたので、うん、本人に言ったんですね、うん、とにかく気をつけてくれと、うん、車に気をつけてくださいと言って、うんうん、その方はそういうのあんま信じない人だったんです、うんうん、あらそうなのみたいな、全くその話を信じてなくて、うん、でその八日堂に行くのにその自転車でその方はいつも通ってたんですね。で坂道をバーッとこう、時間がなかったから猛スピードで坂道をバーッと降りてたら、うん、横から車がひょっと出てきて、うん、ぶつかりそうになって思わず急ブレーキをキュッてかけたら自分自身が飛んでしまってですね、うん、ピョーンって飛んで、うん、地面に叩きつけられて腰の骨折っちゃったんです。ありゃ、僕がアドバイスした1週間後です。その人6ヶ月間入院してたんです。あら、で退院してきてから何て言ったと思います、うん、あの時話を信じてればよかったってその人は言ったんですね。はい、へー、そういうことあるんだ。で人の不幸を僕は言うつもりはないんですが、ただやっぱり気をつけた方がいいことってやっぱりあるんですよね、うん、そういうのが分かった時点でお伝えするようにはしてますけど、うん、なるほど、はい、でその今までなんか結構、はい、いろんな仕事されてきたの。そうなんです、実はあのアルバイトも入れてですが、
30社以上で僕働いてきたんです。30社以上です。なんで業界が、はい、なんでそんなたくさん、僕は本当に精神的に弱い人間だって自分で分かってたので、辛いバイトとかきついバイトとかばっかり、まあ、バイトとか社員とかをずっとやってきてたんです、はい、それは何わざとわざとです。修行、自分では修行だと思ってたんです。はい、30社そうですね。すごいね。もう本当にいろんな会社で働きました。はい、まあそれで3年ぐらい前から。そうです。それじゃあ、はい、ヨーカドーはまあ最後の仕事だったんですけど、その後にそのヨーカドー辞めた後どうしようかなと思った時に、やっぱり自分が一番得意なことをやろうって思って、はい、だからおかげさまでも口コミだけで今大勢の方、すごいですよ。池袋でサロンやってるんですけど。あ、そうか、さっきのあの、はい、イエスサロン、はい、天使の微笑み、はい、これその名前なんですか、サロン。そうですね、僕は勝手になんかこう、それちゃんと、はい、事務所にある、そのサロンがあるんですか、実際に。 あります、はい。そこ皆さん来られて、みんな来ていただいてます。そこで、はい、そこで鑑定したり、その人のマイナスなものを払ったりとか。あ、なんかその払うっていうのがね、はい、得意だとか。得意です。はい、やっぱ前世が陰陽師だったので、やっぱりその陰陽師っていうのは、はい、じゃあちょっと皆さんにも、はい、どういうあれなんですか。もともとはやっぱりその陰陽道っていう学問を清めた人たちが、まあ、天皇ですね、まあ、その当時は帝とか言ってたんですけど、そういった方たちをそういう大勢の陰陽師で守ってたんですね。守ってたんだ。そうです。もちろんその京の都の人たちも守ってたんです、ね。何時代なんですか。平安時代です、ね。平安時代ですよね。はい、うん、陰陽師。そうです。その時に、まあ、あまり大きな声では言えないんですが、僕がその安倍の生命の僕一番弟子だったんですね。その頃ね。そうです。はい、前世が。前世です。はい。安倍の生命さん、はい、っていうのは、そのいわゆる陰陽師の一、はい、中。まあ、そうですね。天才陰陽師って言われてて。天才陰陽師。はい。呪詛返しっていうのが彼は一番得意だったんですね。でその権力争いにみんな陰陽師が関わりというか、うんうん、まあ、どうしてもその自分がその上に立ちたいっていう、うんうん、それにお抱えの陰陽師がみんなそれぞれいたんですね。陰陽師同士がお互い呪いを掛け合って戦ってた。怖いね。表舞台ではみんなこう結束してるような雰囲気があったんですけど、うんうん、で実際に平安時代の陰陽師の社務所みたいなのが、京都にあるウェスティンホテルってあるんですけど、うん、あそこが実は陰陽師の社務所、その平安時代の社務所跡、社務所の跡にそのウェスティンホテルってできたんですね、うんうん、だから実は京都で一番安全なホテルってウェスティン都ホテルなんですよ。そうなんですか。そうです。あそこにはその当時陰陽師って式神って言って神様を自分の家来のように使えるんですね、うん、で安倍の生命さんが配置したその式神が今でもそこにいるんですね、うん、で特に入り口にいる2人の門番みたいなその式神はとっても強くてですね、そういうまあ、分かりやすく落ち武者さんとかちょっとその邪悪な者たちが来てもそこは守ってるんですね。だからあそこは、あ、ごめんなさい、あそこは京都で泊まるんだったら一番安全なホテルです。どうですか、ウェスティン都ホテルですね。ウェスティン都ホテル、はい、へえ、はい、なるほどね。そうなんです。まあ、その一番弟子、安倍晴明さんの前世が、はい、っていうのを、はい、他の方が見てくれた時に何人もの人に言われたと。そうなんです。はい、僕はもともとやっぱり自分のことを見てしまうと行動がどうしても制約されちゃう。そうです。だからあえて見ないように自分でいつもしてて、うん、だからこういろんなことは他の能力者に相談したり聞いたり聞くようにいつもしてて、うん、複数の人間に言われたんですね、うん、はい、その時どう思う、はい、思われました。そうですね、最初言われた時は最初一番びっくりしたのはご苦労様でしたって言われたんですよ。えっと思って、うん、それもあなたは 4,5,000 人助けてきたんですよって言われた時にえって、この人は僕の何を知ってるのって思って、でいろいろ話を聞いたら、あなたは安倍の生命のお弟子さん で一番位が高かったと、弟子の中で一番位が高くて、それで多くの方を助けてきたのよっていうことを最初に言われた時に、うん、へーって思ったんだけど、まさか自分がと思ったんだけど、その後他
他の霊能力者にも、まあ、別な方ですけど同じこと言われたんですね。うん、あ、なるほどと。あ、だから僕が子供の時、中学生の時にいろんなその力は、多分陰陽師の時にもしかしてすでに自分で身についてた能力、それがなんか蘇ったのかなっていうのがちょっと感じたんですね。なるほどね。はい、はあ、すごいですね。あ、京都で泊まるならここって今リンクね。ありがとうございます。はい、ねえ、そうそうそう。それで、まあ、3年ぐらい前から、はい、まあ、このお仕事として始められたと、はい、いうことで、はい、で宣伝してないんでしょ。してないです。口コミでしょ。口コミだけです、はい、ねえ、はい、すごいでしょ。そうですね。やっぱりこう悩みが解決できなければプロではないと僕は思ってるんですね。だからやっぱり最初は本当にアルバイト的な感じでやってはいたんですけど、まあ、当然解決できないこととかもあったんですけど、でもそれがちゃんとできるようになって、うん、まあ、仕事を辞めたのも、まあ、あるんですけど、まあ、その自分がプロとしていろんなその悩みに解決できる、で最悪もしできなかったとしても、やっぱ周りにそのこういうのが得意な能力者とかいるので、そういう方にお願いをして僕の代わりにやってもらったりとかしてもらってるんですね。だから基本的には自分で全てやるようにはしてるんですけど、はい、どうしてもできないとはお願いしてます。特に得意分野とかあるんですか。まあ、僕は一番得意なのは、まあ、本当はあんまりあれなんですけど、僕一番得意なのは条例ですね。はい、亡くなった方の苦しみを全部取り除いてあげて、うんうん、その方を、まあ、元いた世界にお返するっていうことを、はい、今はそれが多いですね。うん、皆さん結構気づかれてないことが多いと思うんですが、その、まあ、我々の肉体の中に、まあ、うん、霊っていう霊体っていうのがあって、肉体がダメになってしまうとそれが体が出てくるんですね。本来であればその 3年から5年かけて元の世界に戻るんですけど、うんうん、思い残したこととか、とても苦しんで亡くなられているとどうしてもこのように留まってしまうんですね。うんうん、そういったものが体に入るとそのものの苦しみがそのままその方に現れてきてます、ね、そうです。それがいろんな病で出てくるんですね。はい、よく例えばその身内でね、はい、まあ、いわゆるご先祖様っていうのが、はい、いろいろ苦しんでたりとかっていうのが、はい、まあ、それがその後、はい、こう出てきたりっていうのもやっぱある。うん、基本的にはその人の体の中に入って、これはあくまでも基本ですけど、うん、体の中に入って症状が出ることが、なるほどね、はい、多いですね。はい、だからよく、まあ、じゃあいろんなとこ行ったけど解決できなくて、そうです、まあ、はい、キルさんのところに来られるって方も多いわけですね。うん、お医者さんでは何でもないって言われる方が結構僕のところ来るんですね。理由が分かりませんと。分かりません、ね、はい、この間来られた方もおっしゃってましたね。うん、そうですか。はい、この間来られた方はあんまりちょっと言っちゃいけない。まあ、じゃあ言わないようにしましょうか。すいません、ね。はい、だから皆さんのね、周りとか皆さんでも何かその、はい、よく分からないんだけども、はい、そうですね、いろいろこう、はい、なんか、はい、いろんな悪いことが起こったり、はい、その病気的なものもね、はい、お医者さんは何でもないと言ってるけども、はい、っていうようなことがあったらもしかしたらご相談ね、されると。そうですね、まあ、全てではもちろんないですけど、ね、ただそういうものが入ってしまうと健康体な方でもそういう病のような症状になったりとかするんですよね。だから、まあ、はい、例えばね、その、まあ、もうちょっと今ヘビーなあれですけども、はい、もうちょっと軽く、例えば結婚であったりとか、はい、そういう相談っていうのもあるんですか。まあ、いっぱいありますね。ね、皆さんね、はい、悩んでるからね。で、大事なことはですね、やっぱり本人が気づいてないことが多いんですね。ここをちょっとこう直すと、ね、すごくモテモテになるのに、モテモテになるのになんで気づかないんだろうって思っちゃうんですよ。そういうのも全部アドバイスしたりとかします。うん、でもちろんその相手の方の性格でどういう恋愛感を持ってるかも全部アドバイスするんですね。例えばこの人は明るい人が好きだとしますよね。で、例えば、まあ、自分を例えると僕自身がちょっと暗い人間だと、うん、だけど相手の人を見ると明るい男の人、うん、明るい人が好きだってなると、うん、やっぱり自分自身もやっぱり演技が必要になってくるんですよね。うん、自分が明るく振る舞ったりと、うん、そういうことも全部お話します。うん、この方はこういう恋愛感を持ってますよと、はい、なるほどね。結構細かくお伝えできると思います。ただね、その、はい、結婚っていうのは、はい、まあ、今ね特に、はい、ことその個人個人が、まあ、結ばれればいいやみたいな流れになってますけども、はいはい、
どうもそうじゃないような気もするんですけどね。そうですね、皆さん結構気づかれてないと思うんですが、結婚そのものはですね、ご先祖様同士の承諾がないとうまくいかない、うまくいかない、結婚させてくれないんですね、邪魔が入ってしまう、はい、でそれで悩んでる方がいて、それで全部アドバイスして、ご先祖様をとにかく納得させるための知恵を言ったんですよ。こういうふうにご先祖様にお願いしなさいと、でこういう形でやりなさいって言って、はい、だからよく家と家との結婚だって言って、はい、まあ、ああやって結納したり、はい、何とかしたりって、それなりの意味がやっぱりちゃんと、はい、まあそうですね。でもその結納が終わってもですね、終わっても、ね、うん、終わっても破綻になっちゃう人まあそれはそうだよね、破綻になっちゃうか、いるよね、います。はい、だからそれをやっぱりなんか原因がちゃんとあるんですね。はい、それは分からないわな、ちょっとね。で結婚すると子供を授かるじゃないですか、うん、で子供がなかなか授からない方いらっしゃるんですけど、あれも実は向こうの世界から子供って親を選んで生まれてくるんですね。そう、僕もそれは聞いて、はい、なるほどと思う部分は結構あるんですけどね、はいはい、だからそういう子供たちに認められるような自分が立派なというか母親として意識を強く持つことが大事なんですね。なるほどね。僕がアドバイスしてお子さんを授かった人が何人かいらっしゃるんですね。はい、いやね、もう今日ね見てからくださる方でも結構ね、もう原田さん早速結婚聞きたいっていきなりコメントしてきましたけどね、はい、結婚のことに興味持ってる方はね、そうですね、甲斐さんね、確かに本人は気がつかないね。あ、神戸さん、大変聞きづらいことを聞きますが、水越さんは信じますか。あ、今までのお話ってことですね。あ、僕はね割とこう信じる方なんですよね、はい、信じるというか、まあ、目に見えない世界のことを、まあ、まあ、あるだろうなっていうのはありますし、そうですね、はい、一番大事なことはですね、うん、運気が上がらないのが何が原因がしてるのかっていう、だから僕別にねその方を不幸にするとかそうじゃなくて、うん、とにかく幸せになってほしいっていうのが大前提にあるので、そうね、うん、運気が上がらないのが一体何が原因してるのかっていうのをいろんな角度で見るんですね。それは自分の能力を使っていろんな角度で見るんです、ね、うん、なるほど、はい、邪魔してるものがいるのか、うんうんうん、本人の考え方がちょっと間違ってるとかとか、たまたま環境が良くなかったかとか、うん、そういうのっていうのは、はいはい、会えば分かるんですか。会えば分かります。分かるんですか。分かります、はい、ということなんです。で、はい、例えばねさっき言ってたその、はい、サロンですか、はい、そこっていうのは宣伝してないわけでしょ、はい、してないですね。どうやったら、はい、相談できるんですか、桐生さん。まあ、そうです、基本的にはですね、まあ、電話で予約をいただくか、はい、口コミなので基本的に A さんにこう連絡先を教えると A さんが B さんに連絡先を伝えてくれて、この B さんから C さんにみたいな感じで、そうやって広がってる、ね、そうやって広がってるんですね。もちろん名刺も渡してますけど、はいはいはい、なるほどね。実は僕来年の2月3日にですね、ちょっと広島のですね化粧品代理店さんに呼ばれてて、うん、3日間ぐらい広島に行く、うん、行くんですね、うん、はい、だからもし広島方面の方はぜひ、広島来年の2月2月3日に、ね、はい、3日について実際鑑定するのが4号かな、4号、2月のね、そうですね、うん、はい、今は結構その、はい、まあ、サロンで見てらっしゃるっていうのは、はい、予約が結構いっぱい入ってるんで、そうですね、まあ、波があるのでね、あれなんですけど、あ、はい、まあ、時間があるときは実は僕趣味といってはなんなんですけど、お寺とか神社にすごくいろいろ回ってますね。ご自身で、そこで力をもっとパワーアップさせていただいてるんですね、はい、神社とかお寺どっちも、はい、あ、行きます、はい、で皆さんちょっと覚えていていただきたいんですけど、いい、これ大事なことです。これ大事なことちょっと皆さん聞きましょう、はい、これお寺というのは実は人の因を扱う場所で、うん、その人の苦しみだったりとかそういうのを受けてくださる場所なんです、ね、お寺です、うん、そこではお願い事をしていいんですが、うん、神社では基本的にお願い事をしてはいけないんですね。あら、どうしてでしょう。神社というのはとってもその陽の世界、うん、陽を扱っている場所で、うん、そこに自分の悩み苦しみを持ち込むことを許されないんです、うん、ただ一つだけ方法があって自分の願い事を叶えてくださいっていう場合にですね、
最初にご挨拶みたいなする必要があるんですね。でどうやってご挨拶するかっていうと、そこの神社のご開運を、どこどこ神社のご開運をお祈り申し上げますとか。ご開運、ご開運ですね。ご開運、そうです、ご開運をお祈り申し上げます。そうです。その後にそこにいらっしゃる神様のお名前を言って、何々神様のご開運をお祈り申し上げますと、実は今日ここに来たのはこういう理由で来ましたと、ぜひお力を少しお分けくださいとか、後押ししてくださいとか、そういう頼み方をするのが実は神社でのものの頼み方なんですね。それを知らないでやみくもに行ってお願いしますとかやっちゃうと、それはね、で皆さん気づかれてないと思うんですが、実は特に神社なんですが、一番パワースポットって言われてる場所っていうのは必ずずらしてあるんです。お寺も基本的にはそうですね。そうなんだ。ずらしてあります。それどうやったら分かるんですか？それは神社によって分かりやすいところが、はい、例えば出雲大社ってありますよね、はいはい、あれ正直正面でパンパンってやっていい縁談をとかいいご縁をってやっても実はあまり効果がないんです。聞かれてない。じゃあどこが一番効果があるかっつったら、実は出雲大社のもちろん正面でご挨拶はするんですが、女性の方は正面から左側に小さい祠みたいのがあるんですね、うん、そこにいらっしゃる神様がとっても強い方で、そこでお願いするんです。女性の方は、女性の方聞きましたか皆さん、出雲大社ですよ。男性の方は右側に行くんです。右なんだ。そうです。そこがあるの。そうです、小さいのがあるんです。そこが本当のパワースポット。そこで今みたいな、そうです、お願いを、お願いを、そうです、挨拶をして、そうです、うん、それをやらないと叶いにくいです。で僕神社とかお寺行くと、例えばそこで祀られてる神様がどこにいらっしゃるかって自分でこう、まあ、分かりやすく霊視するんですね。どこにいるのかなって、こうどこにいらっしゃるのかなって思うと、そこにいなかったりとか、例えば祝詞とかご祈祷が始まると横からひょひょって出てきたりとかするんですね、うん、あ出てきたって、はい、はい、で基本的には正面にはね、そういう力っていうのはほとんどわざと。なんでか分かりますか？なんでですかね。そこに一番パワースポットがメインの場所にあると、何でも願い事が叶っちゃうんです。あ、だからそれがなかなか叶わないようにするためにわざとずらしてあるんです。東京大神宮って、うんうんうん、行ったことありますか？だから結構うん、そうです ね、うん、はい、実はあそこも正面じゃないんです。お守りとか左側にお守り売ってる巫女さんたちがいて、その奥が実は神様がいらっしゃる場所なんですね。だから本当は正面じゃなくて斜めこっちに向いてパンパンってやんないと。それやってもいいんですか？その別に正面じゃなくてこう斜め向いてそっちの方向でやってもいいの？でもそれはもう皆さん自由ですから、うん、まずそこの神社の御開運をお祈りして、あそこは確か天照様だったかな、そこに御開運をお祈りして、体をちょっとこう斜めに向けて、そのお守りとかお札を売ってるところの後ろあたりにいらっしゃるので、そっちに向かってやらないと正直あまり効果がないよね。効果がないんですよ。あ、そうなんだ。そうやって必ずずらしてあるんです、お寺とか神社って。まずほとんどですね、いろんなとこ行きましたけど、はい、伊勢神宮とかって。伊勢神宮もですね、ひょろ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 じゃない、ススススって来るんですね。祝詞とか僕毎年ご祈祷とか受けに行ってるんですけど、最初は誰もいないんですけど始まると出てくるんです。やっぱ祝詞っていうのはそれだけ神様本当お呼びするあれなんですか？はい、まあ、そうですね、一つのなんていうのがこう始まりましたよっていう合図みたいなもんだと思いますね、はい。でやっぱりこう僕がやっぱりちょっと力的に弱ってると、ちょっとトランス状態になってしまう、体がこう揺れ出したりとかして、うんうん、その時にエネルギーをすごく入れてくれたりとかするんです。祝詞が終わるとピタッと止まるんですよ、うんうん、自分でも不思議だなと思うんだけど、やっぱりこういろんなこう邪気とか受ける時もあって、若干力が落ちてしまう時あるんですね。そういった時なんかに、まあ、たまたまそういう、まあ、伊勢神宮とか行くと、とトランス状態になって勝手に眠くなって、勝手にもう自分の体がこうなんて揺れちゃうんです、うん、もう自分でも止められないんですよ、うん。その時にエネルギーをガーって入れてくれるので、終わると体がすっきりするんです、うん、はい。よく、はい、僕なんかもそう。あ、ちょっと待ってくださいね、はい。あ、
星野さんありがとうございますね。今日からあの、はい、自分 TV 始めましたよね。星野さんね、ありがとうございました。今日も見ましたよ。頑張ってくださいね。癒しのサロン、切り口は違ってもとても参考になります。嬉しいですね。箱崎さん、今年は運気が良くなかったから何かあるのかな。そうですね、あのこれはですね、とっても大事なことなんですけど、不幸ってね、基本的に自分が呼んでしまってるんですね。なるほど。だから誰かのせいじゃなくて、本当は自分のせいなんです。まあ、自分のせいって言い方悪いですけど。でも そうですよ、はい、やっぱりあの自分が主人公なわけですからね。そうなんです。で特にその霊的なものもそうなんですが、本人が楽しくキャッキャッキャッキャ生きてるとですね、そういったものって近づけないんですね。これ大切なことですよね。やっぱりだからよくね、北野さんも言ってますけど、はい、感謝ありがとうっていう思いで常にいるということも、うん、まあ、もちろんそれも一つのやり方として大事なんですけど、うんうん、それよりももっと大事なのが楽しく人生を。ワクワク。そうなんです。もうだ、会社で辛いことが、まあ、例えばね、僕も何十社で働いてたので、とても辛い経験もいっぱいありますけど、終わった後エンジョイすればいいんです。あ、辛いことがあってもね、終わった後にね、そうです、よし5時から男だみたいな感じで、それをだから引きずらないと。そうなんです、それが大事なんです。やっぱり切り替えが大事なんです。ワクワクキャッキャと。そうなんです。そうすると不思議とですね、うん、そういう運気が上がるんですね。それはもう自分の実体験で。じゃあ意識してでもそうやった方がいいわけね。うん、そうです。だから大事なことは、自分が楽しいと思うことを生活の中に取り入れてやっていくんです。仕事がどんなに辛くても、例えば休みの日ってあるじゃないですか。その時に自分が没頭できる、自分が一番楽しいと思えることをお休みの日にもう精一杯やることなんです。ね、皆さんいいこと聞いたんですね。大事なの。聞きましたよこれ。とっても大事です、うん、そうすると運気も上がるし、光り輝いたご存在になるので、そう霊的なものも寄ってこないんですね。はい、全て良しじゃないですか。そうなんです。それに意識的にできるよね。そうなんです。それをやっぱり自分で意識してやる。そうすると、まあ、もちろんね、その感謝の言葉っていうのはすごく大事ですよ。まあ、僕は徳を積むと思ってるんですけど、はい。ワクワク、明るい気持ちでこう、はい、常にこう楽しい気持ちでいるってことがね、はいはい、大切だと。ですよ、箱崎さん、いいこと聞きましたね。神社はね、お願いしないですと。まあ、だからまあお願いの仕方がっていうことかな。そうなんです、ね。まずご挨拶をさせていただいて、どうしてもあのお願いしたいときは誤解をお祈りして後に、実はみたいな、今日来たのはここでみたいな、ね。まあ、だから、はい、まあ、人間世界でも同じですよね。まあ、そうですね、うん、いきなり言ってちょっと頼むよ、ね、これちょっとやっといてくれよって言ったらちょっとみたいな、ふっとしちゃうじゃないですか。まあ それでしょうね、それと同じなんです ね、まずね、はい、挨拶をさせていただくと。お寺は大丈夫。お寺は違うんだ。お寺は違うんです。お寺はどうすればいいですか。お寺はやっぱり人々の苦しみを受けてくださる。ただね、気をつけていただきたいのはですね、お寺はですね、いろんなみんなの苦しみを置いてっちゃう場所なんですよ。だからあんまり長いは、うん、あのお寺でもやっぱり陰な場所があるんですよね。はい、あんまりそういうとこは、まあ、行かないようにする。なるほどね、はい、あ、それでね、ちょっとこれはもうちょっともうつい最近の体験だったんですが、あの、まあ、中尊寺って、はい、先週行ったんですね。それで僕すごくそういう神社仏閣に行くのがすごい好きで、写真をバシバシ撮ったんです。バシ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 、うん、そしたら、まあ、ちょっと軽いたたりが発動してしまったんですね、うん、まあ、普通の人は多分重いたたりだと思うんですけど、僕にとってはまあ軽いたたりなんですけど、うん、あれなんでこんなに起きたんだろうと思って、うん、あの、あそこはもともとはなんかあの源の誰がしをちょっとかくまった場所なんですね、うん、で実は源氏を恨んでる者たちがすごくたくさんいてですね、うん、その者たちの呪いがかかった場所が、うん、中尊寺の中の何か所かにあって、うん、もう適当にパッパパッパ撮っちゃったら、それで撮っちゃいけない場所まで撮ってしまって。写真撮るとやっぱダメなんですか。あ、ダメですね。あの、撮っていい場所といけない場所があるんです。写真撮るのってやっぱなんかあるんだ、そういうの。あります、あります。特にお墓とかそういう人の恨みを買ってる場所とかは絶対取ってはいけないんですね。うん、怖いです、本当に怖いです。気をつけましょう皆さんね。なるほどね、はい、だから無難な場所みんながこう、まあ、だからお寺とか神社はどうなんですか。あ、神社は大丈夫です、基本的に。まあ、お寺とかは気をつけましょうと、ね。まあ、そうですね、写真はね、はい、だ、あの、やっぱりこう陰な感じのする場所は取らない方がいいですね。 なんかちょっとこっち陰気だけど、あ、そういうのありますよね、せっかく来たから取っとこうとか、ああいうのやめた方がいいですね。最近ね、スマホで皆さんバチバチ撮るからね、うん、何でもかんでも撮ろうと思う、ね、それもね、ルールがあるんですよ、はい、
すいません、取らせてください、よろしくお願いします、ご挨拶をしてから取らないといけないんですよ。勝手にもう趣味のごとく、それはでも難しいような、分かんないもんね。とっても失礼ですね、人ん家に土足で入ってくるわけですよ。なるほどね、はい、これも本当はそういう教育が必要なんだろうな、きっとな、うん、かそういうのをね、今日ここに来たのもそういったことをやっぱ、ね、うん、知っていただきたいなっていうのもありますね。いや、いいと思いますよ、はい。あ、星野さんはね、神社仏閣日頃接しています、なるほど、神社で闇雲にお願い事してはいけないのですね、殺しますということでね、はい、そういうことですよ、神社でお願い事をする場所ではないんですね、まずは誤解を祈ってからね、箱崎さん、ね、ありがとう、コメントしてくれて、はい、ありがとうございます、すごく喜ぶと思いますね、はい、まあ、ね、原田さん、東京ダイジング行ってみますかってね、東京ダイジング正面から左ですか、左をちょっと正面から左側です。それ男性も女性もいいの？関係ないです、関係なくね、みんなそこです、正面からちょっと左向いて、はい、まずね、その時も挨拶した方がいいですか、まず、もちろんそうです、誤解、ね、はい、をお祈りさせていただきます、あそこも神社ですからね、はい、で、なんて言うんですか、例えば結婚したい場合は一番いいのはまず願い事っていっぱい言っちゃいけないですね、一つだけなんです、なるほど、一個だけ、うん、この人とこの人とこの人とじゃダメなんですこの人と、まあ、自分が例えば すごい好きな人だったりとか付き合いたいと思ってる人を一人だけあげて、この人とのご縁を結んでくださいみたいな、そういうお願い事がいいと思いますね。わかりましたか皆さん、はい、ちょっとメモしてよちゃんと、原田さんなるほど ね, ですね、うん、いいこと聞きましたね、甲斐さんもね、あ、西さんこんばんは、ありがとう、東京大神宮に行って斜め横方向でございます、ありがとうございます、西さんもね、拝んでくださいね、あ、箱崎さん、確かに今年はワクワク感が少なかったです、まだ大丈夫です、これからね、ワクワク感持ちましょうよ、そうです、もう楽しく生きてるとね、楽しく本当に大事なんです、そうか、でも確かにね、なんか運がいい人ってやっぱり輝いてる感じしますもんね、めげないんですよ、そういう人って、めげないんだ、どんなに辛いことがあってもめげないんですね、うん、それをなんかこう切り替えるというか、それをバネにまたステップアップするみたいな、普通は大体そこでめげちゃうんですけど、ピシャーンってなってもう潰されたようになっちゃうんだけど、そこからやっぱりそれをバネにこう、はい、それって何なんですかね、でも持って生まれたものがそれを訓練ってなるんですかね、うん、一番いいのは本当に落ち込んでる時、一番いいのはですね、自己暗示が一番いいんですね、自分でね、そうです、プラスの暗示をかけること、催眠術と一緒なんです、あ、実は催眠術っていうのは他者暗示で他人がかけてる暗示なんです、で自己暗示っていうのは自分自身が催眠術師になって自分自身にこうかけるんです、結局自己暗示催眠なんだ、自分でね、そうです、そうです、それっていうのはなかなか解けないんですよ、だからそれをプラスな、例えば自分がこうなりたいって憧れの人がいたら、うん、誰々さんみたく明るく生きたいとか、うんうんうん、誰々さんみたいに幸運が訪れますようにとか、うんうん、そういうふうに自分でとにかく暗示をかけること、今だからそれを知らない人は知らない間に自分でマイナスの自己暗示かけちゃってる人が、そうなんです、おっしゃる通り、さすがです ね, ね、そうだよね、さすが水越さん、よく分かってらっしゃる、そっか、はい、ね、皆さんやっぱりプラスのこと言ったりとか、はい、自分に聞こえるように言うってことはね、はい、大切なんだね、とても大事です、なるほど、いい話聞いたね、はい、今日皆さん、ね、かいさん休みは取ろう、これどっから来てるのかよくわかんないけどありがとうね、あ、はるさん最近好きなことやってないな、ね、ワクワク、そう、かいさん、そう、いつもワクワクしてます、もう大事なことです、大事なこと、はい、あ、沖本さんありがとう、こんばんは、遅くなりました、間に合ったということでね、ぜひ聞いてくださいよ、浅草はいつもご挨拶してから写真を撮ってます、あ、浅草寺ね、浅草寺ね、はい、浅草寺もね、いっぱいいいとこあるんですよ、いいところがある、はい、はいはい、実はね、浅草寺って左側にいい仏像がすごく並んでるんですね、ま、はい、真ん中から左の左なんですよ、はいはい、まあ、そこもたまたま左なんですけど、なるほどなるほど、はい、まあ、ね、浅草寺いつも開催行ってるってこと、はい、ね、東京大神宮行ってみてくださいね、はい、結構ね、だから、はい、今皆さんね、はい、神社行って、はい、お願い事したりっていう方は、うん、ね、はい、まあ、大体皆さん大晦日行ったり正月行ったりするじゃないですか、はいはい、しますね、はい、あの時いつ行ったって結局同じことなんでしょ、今言われたこと、まずご挨拶して、そうですね、それはもう変わらないです、うん、はい、で今年なんていうんですか、伊勢神宮のお引っ越し、出雲大社のお引っ越し、ね、あったじゃないですか、同い年で、うん、あれね、実は
その年に行ってもあんまり効果がないんですよ。意味がないっていうか、そう本当は翌年行くのがいいんです。ってことは引っ越しされてて忙しい時に行ってもあまり効果がないんです。人間と一緒ですね。そうです。本当はだから来年行かれるの、あれ、あ、今年か、あれいつでしたっけ、銭湯があったの、ごめん、あ、銭湯じゃない、あれがあった、あれお引越しがあったの、ね、最近ね月日が早すぎちゃって、うん、そうですね、去年か今年どっちでしたっけね、はい、その翌年行くのがいいんです。翌年の2月以降に行くのがいいんです。あ、そうなんだ。そうなんです。ちょっと皆さんそれコメントしていつだったか僕去年か今年かちょっとね、はい、分かんないな。そうですね、はい、あ、箱崎さん、自己暗示でプラスの願い事をしてみることが大事ね。矢内さん、ガーデンデザイナーね、今上り調子、横浜でもうすごいガーデンデザイナー、岩内さん、はい、神社とお寺の違い、写真の撮り方、意識の持ち方、とても勉強になりました。ありがとうございます。星野さん、はい、この3日間自己催眠ヒプノセラピー受けてきました。プラスの暗示を潜在意識に植え付けてきました。キリュウさん、一言一言が腑に落ちます。納得です。素晴らしい、ありがとうございます。嬉しいですね、星野さん、ありがとう。あ、洗剤師の字が違う、この洗う洗剤になってましたね。大丈夫ですよ、分かってますから、私分かっててちゃんと読んでますから大丈夫ですよ。今何の話でしたっけね、はい、あ、そうそうそうね、今年、去年だったかね、はい、今年だったか、ちょっと皆さんね、まあ、そうですね、翌年に行くっていうのはね、うん、そうなんです、それが大原則なんです。うん、はい、なるほどね。そういうの知らないで、うん、ね、行ってもあまり意味がないですよ。翌年に行くと落ち着いた状態になっているので、はい、なるほどね、願いが叶いやすく。例えばよく、はい、僕たちなんかもそういうなんですけど、その言霊っていうじゃないですか。あ、ありますね。やっぱり言葉、はい、やっぱり力がある。まあ、そうです。言葉はやっぱりそのこう実際言葉を話すまでにものすごくこう年月が、うん、莫大な年月がかかってるじゃないですか。でそれをこう考えた人もいらっしゃるし。そうやっぱり長い間その言葉というのは念がこもってるんですね。なるほど。それを言葉に出すっていうのはある意味実者が実を唱えてるのと、まあ、大げさに言えばですけど、ね、はい、同じなんですね。なるほどね、はい、だって実者が実をかけるときに黙ってやらないですか。言葉だもんね。言葉で大体必ず、まあ、必ずでもないけどほぼ必ず言いますからね、うん、で特に、はい、今はすごくあの言霊言ったことが現実化しやすい今ちょっと地球の状態にあるらしいので。そうなんですか、はい、だからできるだけ自分が、はい、プラスのいい言葉を。そうですね、はい、なるほどね。本当はね鏡に言って言った方がつながりやすいんですね。どういうことですか。自分鏡っていうのは向こうの世界とつながっているので、うんうん、そこにプラスの言葉をこう投げかけると、例えば鏡って自分が映った、はい、そうです、自分に向かって、そうです、ああ、僕は、はい、あの今日もいい日だねとか鏡に向かって言いますけどね、まあ、大事なんです、ね、大事なんですね、はい、皆さん聞きましたか、鏡ね、はい、あの朝起きて自分のか、はい、起きたばっかりの顔を見て、はい、あの情けなく思っちゃいけないんですよね、はい、うん、鏡見て言うってことが大切なんですね、はい、まあ、そうですね、はい、なるほどね。向こうの世界とつながってるってどういうことなんですか。あの分かりやすく言うとその出入り口みたいなもんなんです。鏡が。そうです、窓口みたいなもんです。そうなんですか、はい、へえ、まあ、そういう意識を持ってるとまた違うかもしれないね。ただ合わせ鏡はまたちょっと別な意味になってしまうので、うんうん、鏡をこう合わせるのはあまり、昔の三面鏡とかありましたよね、うんうんうん、なんかあれはよくこう蓋してこう切れでかぶせたりとかして、うんうん、あれも意味があるんだ。合わせ鏡は魔物が来るんですね。へ、はい、だから鏡をこういたずら半分でもやらない方がいいですね。そういう子供の頃いろいろやってましたけどね、はい、でこれも一つの知恵なんですけど、うん、玄関の入り口に、例えば玄関があって、まあ、玄関ガチャって開けますね。でガッて入って目の前に鏡があるのが本当はいいんです。本当はいいんですね。いいんです。なんでかっつったらですね、そういう霊体だったり魔物だったりとかするのは自分の姿を見るとびっくりしちゃうんですね。これ本当の話です。へ、驚くんです。自分の姿見てギャーってなっちゃう。だからわざとそういうものを置くんです、ね、玄関に。そうです。へ、であのさっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、神社とかお寺って基本的には5時以降絶対行ってはいけないんですね。17時以降。そうです、はい、できれば4時半とかそのぐらいまでですね、はい、4時半とか4時ぐらい。やっぱ暗くなると良くないんですね。良くないんです。
そういう行き場のない者たちが夜になると集まってくるんですよ。お寺とか、ね、お寺とか神社ってみんな集まってくる、なんとなくね、やっぱりだからみんなこうよく蓋しちゃいますよね、夜になると、はいはいはい、こう昼間はパカンって開けたら、はいはいはい、夜になると蓋しちゃう、そういう魔物が来るのが分かっているので、る、ね、だからあえて閉ざすんです、はい、皆さん、まあ、行くとは行く人いないと思うけどね、一応そういうのね、聞いて、遊び半分でも行っちゃダメ、行っちゃダメ、ね、行っちゃダメです。なるほど、ね、そうすると余計なものを拾ってきちゃうんですね、拾ってきちゃうからね、はい、気をつけましょう皆さんね、ぜひ気をつけてください。あ、去年だったって。ああ、そうですか、うん。平成25年だ。はい、10月。相田さん、ありがとう。箱崎さん、ありがとう、はい。伊勢神宮は去年お参りしました。ということは、今年も行かなくちゃですね。もうぜひ行ってください。もう今年、まだ今年こそ行ってください。今年こそね、あと2ヶ月ありますからね。ま、伊勢神宮。そうですね。で、伊勢神宮も本当は、まあ、下宮と書いて下宮と言うんですけど、はい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 、まずそこに必ず行っていただきたいです。まず下宮。はい、うん。自分の汚れをそこで全部落とせるんです。はい。落としていってから今度あの内宮って書いて内宮って読むんですけど、内宮って読み方なんですけどね、そこに行ってあの清い体になってから行かれるっていうのが、まあ、しきたりというかルールなので、それを守っていただきたいですね。それを守らないでいきなりこうあの、まあ、内宮の方に行っちゃう人が多いんで、あれは本当に良くないんですよね。はい、ということですよ。これもいいこと聞いたね、みんなね。で、あの伊勢神宮に行くとですね、うん、あの木にみんなペタペタ触れてる人たちがある木があるんですけど、うん、あそこ触れちゃダメですから、みんな汚れ置いてってるんですよ、あの木に。そこへみんなついちゃう、また、うん、そうです。だからもし木を触れるんであれば、全然誰も触ってないような木のとこ行って触った方がいいです。やっぱ木に触るってこと自体は、はい、あの伊勢神宮とかにある木に触るってことは、なんかやっぱりとってもいいことです。あ、いいことなんですか。とってもいいと思います。木のエネルギーをいただけるので。木のエネルギーってあるんですか。あります、はい、とってもいいことだと思います。だからみんなが触ってるところは極力下げましょう。もうね、そういうところは絶対触っちゃダメです。まあでも言われたら確かにそうだよね、うん、みんな汚れ置いてってるんですよ。あ、欲だったりとかいろんなもの思いをそこに、木がみんな受けちゃってるんですね。そこを触れちゃうとかえって自分が汚れて帰ってきちゃう。あの浅草寺でこうやってるのあるじゃないですか、こう煙です、うん、はい、あれはどうなんですか、はい、あれ実は体の中に入っ、もし例えば何者かが憑依しちゃったとしますよね、あのお線香のあの煙が苦手なんです。やっぱり意味があるんだ、全部すごい苦手なんです。だからそのまあもちろん自分を清めるっていう意味もあるし、そういう変なものを苦しめるっていう、苦しめる。で、まあ、ちょっとまたね元に戻ってしまうんですけど、その霊体ってさっき言ったようにこう弱いですね、弱いご存在なので弱点がいっぱいあるんです。うん、例えば金属音が大嫌いなんですね。だからよくお祓いとかご祈祷とか受けるとシャン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 鈴鳴らしたりとか、あ、嫌いなんだ、大嫌いなさの音が、金属音が嫌いなんですね。それとかあと金色が嫌いなんです。金色、お釈迦様とかみんな金の色してるじゃないですか、あの色が大嫌いなんです。光り輝くものが嫌いなんです。なんかちゃんと意味があるわけですね。意味があるんですね。はあ、なんかね、はい、本当に今日はいろいろな皆さん知識つきましたね。あ、そうそうね、カイさん、言葉が現実化しやすい、ね、鏡に向かって朝ね、明るい言葉、元気な言葉言いましょう、ね、そうですね、ぜひそうしてください。たまみさん、こんばんは、間に合いましたよ、まだ大丈夫ですよ。あ、このみちゃん、ありがとう。久しぶりだね。間に合いました。言葉には念がある。言葉には力がある。北原さんもおっしゃってますね。本当そうなんですよね。あ、そうそう、入り口に鏡ね。納得ってことね。玉美さん、ありがとう。カイさん、木にしがみつきますがってね。しが、だから誰も触ってない木ね。誰も触ってない木。ですね、極力ね。あ、そうか、みんながさる有名な木があるわけね、はい、僕よく知らないんだけど、そうかそうか。まあでもこういうことをね、やっぱり知らないからね、はい、みんなね、そうですね、ほんと知っといた方が自分が運気が上がる一つのその何ていうか、運気を上げるためにこういう知識があると、うん、そうね、はい、じゃあまあ皆さんが例えばこれから運気を上げるために、はい、あ、まあそういうね、霊もやってこない、自分が運気を上げるっていうためにすることっていうのは、はい、まあ、もうちょっとおさらいすると、はい、やっぱり、プラスの言葉を、そうですね、ワクワク、もうそうです、もうその両方ですね、はい、でもこれはみんなね、すぐできますもんね。簡単です、誰でもできます。誰もできるよ、ね、誰でもできます。難しいことでは全然ないです、うん、心の底からただ思う、口
口先だけじゃダメなんです。心の底から本当に信じて言葉に出したりとか。ここだよな、でもね、はい、なるほどなるほどね、これだけでもすごいアドバイスでしたよ皆さんね、今日ね。やっぱりこう僕のところにやっぱうつの方とかも来るんですけど、まあ、いろんな原因はあるんですが、やっぱりその自己暗示の話もしますしね、こういう暗示をかけてみてくださいっていう、もちろんそのやっぱりこう憑依されている場合は全部きれいに取り除きますし、その後でこうアドバイス したりとかしますし、ね、はい、なるほどね。あ、神戸さんね、いきなりですが魂はあると思いますか。もちろんありますね。あのへその下3センチのところに丹田ってあって、はい、よく言いますね。そこにあの僕たちの生命を維持するための霊体が入ってですね、はい、それが体にいるから、うん、これあの霊ってみんななんか怖いって思うかもしれない。霊はあの電気エネルギーですから、皆さんよくあのご理解いただきたいんですが、あの本当に静電気の塊、バッテリーみたいなもんです。車で言うとバッテリーね。そうです。それで僕たちの心臓を動かしたり血液を循環させたり、でこの指をこう動かす、これも全部電気流れてるんですよ。これ医学的にもちゃんと証明されてるんです。うん、だけど何もないところから電気なんか流れないじゃないですか。その元になってるのが丹田のところには魂、それが車のバッテリーみたいな役割 で僕たちの肉体というのは本当に車みたいなもんなんです。バッテリーがあるからこう車が動いてるみたいな。でも実はそれだけじゃないんです、うん、もう一つ胸のところに幽体っていうのがあるんですね、うん、で実はこの幽体っていうのは意識を司る部分で、よく幽体離脱っていう言葉聞きますよ ね、なんか気づいたら上からこう自分を見てたとか、あれは実際に胸にある幽体が体から出ていってしまって、で上から自分を見たり自分の好きな人の元に行っちゃったりとか思い出のある場所に行っちゃったりとかするんです。で実はこれシルバーコードってチェーンみたいなつながれてて、必ず自分の体に戻ってくれるんですね。だから自分がもし仮にですけど全然わけわかんない世界に行っちゃったとしたら、自分で戻ってこいって自分で命じれば自分の魂なのでちゃんと戻ってくるんですよ、幽体がシュッて。でその間は霊体がちゃんと自分の生命を維持してくれているので、仮に幽体が抜けてしまっても死ぬことはないんです。ただあまり長い間抜けちゃってると自分の肉体のダメージがどん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 大きくなっちゃうので、もし変な世界に行っちゃったら自分で戻りなさいって 命令すれば自分の魂なんかヒュッて戻ってくるんです、ね、これが幽体離脱なんですね、はい。まあ、ちょっとねそれは、はい、まあ、幽体離脱って言われてもまあ経験したことないんで分かんないんですけど、はい、よく夢っていうのはどうなんですか。あの夢っていうのは、うん、なんかよく夢見てる間は、はい、なんかよくこうね、はい、抜けてどうのこうのとかいう話もありますけど、そういうことってある。そういうこともありますね。あ、まあ、全部じゃないですけど、はい、やっぱりそういう自分を癒すために幽体が抜け出していって自分自身をこう癒して帰ってくるみたいな場合もありますね、うん、なるほどね、はい、はあ、なんかいや面白いな亀田、そういうことですよ。ね、亀田、質問ありがとうね、コメント。浅草寺でいつもお線香かぶっていこう。ね、あ、でも、そうか、お大事なんです。お線香ね。はい、あ、まあ、よくあの、例えばあの仏壇、はい、仏壇っていうのは必要なんですか。仏壇は、仏壇はですね、皆さん気づかれないとわからないかもしれないですけど、仏壇っていうのはお金をかけることではないんです。うん、つまり、ダンボールでもいいんです。自分がダンボールにあの礼拝を、みかん箱でもいいんです、ね、そこが自分で仏壇だと思えばそこが仏壇になるんです。なるほど。で仏壇というのはどういう役割かというと、この世とあの世をつなぐ電話ボックスみたいなもんなんです。そこで亡くなった方とお話をする場所なんですね。お墓もそうなんです。そうなんだ、ね、電話ボックスと同じです。亡くなった方、うん、もしもし、だから普段そこにいないんですよ、電話ボックス、うん、そこに行ってお話をするとつながるっていうことなんです。なるほどね、はい、だから別に普段はいないんです、うん、だからそこで何かこうやってお願いしたりとかすると、うんうんうん、話をしたりね、なんかすると それはなんか電話で電話、もしもし、ああそうなのみたいな。ってことは、はい、墓参りも、まあ、仏壇にご挨拶することも、はい、そうです。電話で話してるのと同じなんです。大切なこと。どっちか携帯というよりは公衆電話みたいな、ね、なるほど、ね、家の家庭の電話みたいな感じ、まあ、分かりやすく。ね、はい、だからうちもね、はい、自宅に、まあ、親が、まあ、仏壇あるんで、はいはいはい、僕が結婚してから仏壇なかったんですよ、はいはい、でもある時に、はい、やまあ、僕長男なんですけどね、はい、やっぱ仏壇入れた方がいいかなと思って、はいはいはい、
仏壇を入れたんですけど、そんなまあ大したもんじゃないですかね、はい、仏壇入れて、はい、部屋のとこ置いたら、はい、なんかねやっぱり涙が出てきたんですよ、ね、うん、やっぱりこう、はい、家のこう中心というかね、そういうところにこう仏壇が入ったってことで、はい、感動しちゃったんですよね。まあそうですね、はい、そういうのもあると思います、ね、なるほどね。だからまあそれをこう、はい、例えばお墓参り行って、はい、お墓に、はい、でこう挨拶するそうです、ということですかね。そうです。だからお墓参りの形ばっかりやっても意味がないんですよ。ただね、その礼服着てただこうやってやっても気持ちがこもってないのはやってないのと同じなんです。そっか、大事なのは形じゃないんですよ。もう極端なこと言ってジャージで行ってもいいんです。その代わりジャージでお墓参り行っても、でもやっぱご先祖様に対する思いだったりとか、あの我々はご先祖様の頂点にいるわけです。亡くなった方たちが大勢ピラミッドみたいになってて、 そうだよね、その一番上にいるんですから、から当然そこで下でねこう支えてくれてる人たちがずっといたから自分が今ピラミッドの頂点にいるんです。だそういう人、そういうご先祖様に感謝の気持ちを持つっていうのは別に形じゃないんです。思い、気持ちがとっても大事なんですね。例えばそういう思いが自分で出てきて、はいはいはい、まあ、そのお墓参り行ったり、まあ、仏壇に手を合わせてもいいですけども、はい、その感謝の念を持つと、はいはい、向こうもこう感応っていうか、なんかこう分かってくださるっていうことがあるんですか。まあ、そうですね、あの一番そこはつながりやすいですね。うん、はい、たまにこう自分がね、例えば身内の方でも亡くなったことを気づいてない人もいらっしゃるんですけど、そういう方っていうのはお墓だったりとか仏壇に行って話しかけるんですね。一人じゃなくてご家族みんなで行かれて、それでみんなで、例えばおじいちゃんが亡くなったとしたら、みんなでおじいちゃんね、ありがとうねって、おじいちゃんも亡くなっちゃったんだよって、みんなね、おじいちゃんのこととても感謝してるんだよっていうことをみんなご家族で行かれる、単体でももちろん行ってもいいんですけど、できればみんなご家族で、ご先祖様とみんなでこう電話でこう、はい、おばあちゃん、はい、誰だ、なるほど、なるほど、みんなで、ね、そうなんです、それが大事なんです。だから、まあ、生きてる時だって、それでみんなでね、はい、言ったら喜びますもんね、はい、そうなんです、それと同じことですよね、よく来てくれたって、あ、なるほどね、はい、場合によってはこう姿を現してくださったりとか来てくださることもありますけど、基本的には電話ですね。なるほどね、はい、言ってることが全部向こうの世界につながってるっていう、はい、ね、まあね、本当になんか、はい、こう、はい、まあ、こうやって、ね、生きてるといろんな人とこう出会うじゃないですか、はい、そうですね、はい、そのよく縁っていう、ね、ああいい質問ですね、素晴らしい、さすが水越さん素晴らしいですね、はい、あの実はこの世にはその人の、例えば出会います、 A さんと出会ったとしますよね、うんうん、お役目が終わると A さん離れていくんですよ、うんうん、必ずその役割があるんですよ、うん、出会ってその何かの縁があってこう出会うじゃないですか、うんうん、でお役目が続いているとずっと縁が続く、ね、役目が終わるとはいさよならって言って、はい、それは、ね、そうなんです、それが縁なんですね。うん、はい、でもそれがどういうことでとか、はい、どういう時点でっていう、それはやっぱり後ろにいる人たちが応援してくださってるんですね、うん、目に見えない人たちがこの人と出会うと水越さんとっても幸せになれるよねと思うと、わざと出会わせるような不思議なことが起きるんですね。だけどこの世に奇跡とか偶然はないんです、全部必然で、後ろにいらっしゃる目に見えない人たちが全部こうコントロールしてくれてるんです ね、はい、本当に偶然はないって言うけれども、そうなんです、みんな偶然でええー、みたいなびっくりするけど、でもちゃんとそれを裏でその巡り合わせというか、はい、そういうのも大事なんです。だからご先祖様に対して感謝の気持ちは大事だけど、自分の後ろにいる人たちにも感謝しないと、例えば東京大神宮でこうやってお願いするだけじゃなくて、自分の後ろで守ってくださっている人たちにもいいご縁があるように後押しお願いしますとか、お導きお願いしますって後ろにいる人にお願いすることも実は大事なんです。ダブルでやった方がいいんです。それ守護霊さん、守護神様、まあ、基本的には身の回りのことなので守護霊の方ですね。守護霊様にも感謝を、そうです、言葉をする、そうです、あ、なるほど、守護霊っていうのは亡くなった方の実は修行でもあるんですね。なるほど、だからもしかして水越さんが亡くなられた後に誰かの守護霊としてこの人を守ってあげなさいっていうふうに、なるほど、ね、そう使命を持たされてその人を守ることもあるんです。なるほど、ね、はい、まあ、こればっかりはね、それは分かりませんけれども、はい、はあ、なんか本当恐怖深いな話がな、
あ、そう、このみちゃんね、なるほど、はい、お仏壇やお墓は電話ボックス、その考え方はしっくりきますね、ほんとしっくりきた、これね、感謝の気持ちが重要ですよ、甲斐さんね、原田さん、ね、形じゃない、気持ち、はい、心ですね、原田さん、ほんとそう、はい、あ、マックさん、こんばんは、ありがとうね、あ、兄さんね、去年ですね、あの、伊勢神宮の話ですね、だから今年、皆さん行きましょう、ね、はい、まだ2ヶ月ちょっとあります、ま、頑張って行ってください。頑張って、あ、手を合わせる小さい時からの習慣ですってことでね、なかなかお墓に行けないので毎朝毎晩祈っています。でもご仏壇も箱も何もないのですが用意した方がいいでしょうか。いい質問です。あの、うん、仏壇お墓、はい、なかなか行けないと、はい、で仏壇もないと、はい、そういう場合は、まあ、箱でもいいからやっぱ作った方がいいんですかね。うん、そうですね、あのこれはね、あの一番大事なのはさっき言った自分の思いなんですよね。だから例えば、まあ、仮の話ですけど、はいはい、仮でそこにもう仏壇があると自分で思い込んで、ここはもう目に見えない仏壇があると思ってそこに手を合わせるっていうのも一つのやり方ですよ、ね、そうなんですか。大事なのは形じゃないんです、はい、気持ちが大事なんです、はい、ただまあそう形があった方が、ね、お願いしやすいですよね、はい、だからそうは言っても、はい、ないものになかなか心を込められないっていう人もまあいるでしょうからね、まあ、そうです。そういう場合にはまあもう何でもいいから、もう何でもいいです。別に仏壇という形じゃなくて、なんか台の上にお花をこうちょっと生けて置いとくとか、あ、例えばもう何でもいいんです。礼拝っていうのと、位牌っていうか礼拝っていうんですか、はい、あの、はい、位牌、はい、何々家とかっていうのはあった方がいいんですかね、はいはい、あれはね、実は長男の方が全て継ぐものなので、あ、はい、なるほど。じゃあ長男じゃなければそれはなくても構わないんですか、はい、そうですね、はい、なるほどね、はい、ということですよ。だから基本的には次男三男の方のご自宅、例えばお父様亡くなられて次男三男の方の家には位牌は必要ないんです、うん、長男の方がその位牌を引き継いであるんですね。なるほど、なるほどね、はい、じゃあまあ、はい、次男とかその下の子供たちは、はい、ただ稀にね長男が放棄しちゃう場合あるんですよ。あ、まあそれはね、やだみたいな、うちはもう先祖さんの面倒見ないよっていう場合は、そういう場合はまあ次男の方が位牌を自分の家に持ってきて、そこでご先祖様に対して感謝の気持ちとか守ってくださいねとか。ご先祖様っていうのは、はい、例えばあの自分の親、はいはい、父方母方、はいはい、やっぱ結婚してれば奥さんの父方母方っていう、はいはい、その何々家とかっていうことなんですか。あの基本的にはあのその男家系っていうか父親の方の系統になるので、お母さんの家系はちょっとまた別なんです。それはまた別な方に守ってもらうっていうのが一般、よく家系が途絶えちゃって言いますよね、うん、だからお母さんが、まあ、例えばですけど皆さん亡くなられて一人ぼっちだったとすると、先祖代々のお墓っていうのは基本的にはお母さんはそのお父様にも結婚しちゃって移っちゃってるから、そうするともその家計が全部耐えてしまうっていう形にはなってしまうんですね。もちろんね、そのやって悪いっていうことではないですけどね、ただ一応筋としてはそういう男の長男が継ぐっていうのが一般的なんですね、はい、ということですよ。あ、星野さんね、日々ご葬儀の仕事をしているといろいろな体験をします、はいはい、桐生さんのお話身に染みます。なぜ仏教の、え、これ何か、ご、これもいい質問ですね。誤解、なんていうんですかこれ、ご、え、ご、過去性ですか、過去性、ご、え、ご開口、ご開口では、はい、過去性現世、巡るってことだと思いますね、過去性現世来世の三世を拝むのかが分かりますよね、はいはい、なるほどね。そうか、星野さんね、そういうお仕事されてるからね、あ、神戸さんね、科学&科学では割り切れないものがありそうだね。あの一つ付け足したいんですけど、うん、よく相性ってありますよね、はいはい、喋ったことないのに、例えば小学校の時も中学校の時も喋ったことないのにあいつ嫌いだとかあるじゃないですか、うんうん、あれって実はね、本人同士の相性じゃなくて後ろにいらっしゃる守護霊同士の相性なんです。そうなんだ。同じ時代を生きた人とかは特に相性がいいんですね。守護霊同士の相性なんです。それが自分にこう伝わってくる。そうなんです。だから二人羽織みたいな感じでイメージされると、まあ、二人羽織ではないんですが、イメージしやすいのは二人羽織なんですね。はい、まあでもどちらにしてもこの、はい、この世に生きている中でいろいろこう助けてくれたり、はい、導いてくれたりと、そうですね、いうことをしてくださってると。うん、そうです。で実は一番大事なのが前世なんですね。うん、一つ前の前世、うん、やり残したことを今我々はやるために生まれてきているんです。
だからそれがクリアできないとまたそれを持ち越しになっちゃうんです、来世に持ち越してしまうので、うん、今どういった自分が何を前世でやり残したのか、どういうことを今世でやろうとして、まあ、その続きを、それを気づく、ね、気づいてる人っていうのはとっても素晴らしい生き方をされるというか、はい、とっても充実した生き方ができるんだけど、全然課題を持って生きてきてるのに課題と違う生き方をしようとするとうまくいかなかったりとか、なんかすごく自分の生き方に対してなんかクエスチョンマークだったりとかするんです。なんかその例えば自分でもいろんな問題が起こった時にね、はい、その問題を解決しないで、はい、ただこうそこから去ろうとするとまた同じような環境になっちゃう、そうなんです。結局それを解決しないとっていうのは、はい、本当は具体的にいっぱいいろんなこと言いたいんですけど、ちょっとこう、そうだね、あまり個人的なことお話できないんですけど、はいはい、本当に前世の影響を受けて方とっても多くて、うん、で前世であなたこういうことがあったんですよ、だからこれをクリアするためにこうした方がいいですよということをよくお話するんですね。なるほどね、はい、そっかそっか。前世ってね、実はね、浅いようでとっても大事なんです。とっても一番大事って言っても、まあ、僕はすごく前世を重要視するので、うん、なるほど、はい、まあ、でも普通は皆さんそういうのは分からないじゃないですか。分からないですね、分からないでそのままこの世で過ごしてるわけですよ、ね、はい、でも生まれてくるときに実は自分で宣言してるんですよ。こういう課題があって、これをクリアするために自分は生まれてきます、行ってきますみたいな、それで生まれてきてるんです、うん、だけど宣言したことを子供のとき、ちっちゃいときは覚えてると思うんだけど、大きくなると忘れちゃうんですよね。はい、僕よくあの子供を持った、赤ちゃんを持った方とかに相談を受けたりとかして、この子がどういう方向であの育てた方がいいですかとかよく聞かれるんですね。でそうするとその子の魂に聞くんですね。あなた何をやりたくて生まれてきたの、何を宣言して生まれてきたのって教えてくれるんですよ。全部魂が教えてくれるんですね。それをそのままお母さんとかお父さんに全部伝えるんですね。この子はこういうことをやりたくて生まれてきてますと、だからできればこの子はこういう感じで育ててくださいっていう話はよくしますね。子供ってとっても純粋だからすごく読みやすいというか、あの話しかけやすいんですね。はい、なるほどね。箱崎さん、この世は必然でできている、ご縁も守護霊が導いてくださっている、すごいな。マックさんね、深いです。自分、相田さん、自分の前世が自分でわからないのは理由があるのでしょうか。そうだよね、自分でわからないもんね。あのそうなんです、あのやっぱりね、過去のことを思い出してしまうととっても苦しい、ね、亡くなり方を。絶対そうなりますよ、はい、僕も2回、うん、火の中で亡くなってるんですね、うん、だから今気管支がすごく弱いのも、うん、やっぱりこう魂がその炎の中で亡くなってるから、どうしてもその気管支がこう魂が覚えてるっていうんですかね、うん、だから気管支が未だに弱いんですね、うん、はい、でもそれは、はい、まあ、例えばね、キルさんに聞けば、まあ、はい、分かるわけじゃないですか、はい、でそういうことを ほとんどの人は知らない、ね、知らないですよね、はい、それって何なんでしょうね。でも知らないで生活して、うん、まあ、亡くなってきて、また生まれ変わるっていうことなんでしょうね、うん、あの基本的にですね、我々は亡くなった後、あのその魂の親って実はいるんですよ。この世に肉体、本当に肉体的な遺伝的な親っているじゃないですか。あの世には魂の親っていうのがいて、この世で経験したことを全部魂の親に話すんですね。もうこんな経験したんだよって。だけど他に兄弟がいるわけですよ、魂の兄弟。それをみんな親に話して、みんなで情報共有するんです、うん、それで例えば自分が全く経験がないのに直感であったりパッてひらめいたりとかするのは、うん、誰かがその経験をしてその知恵を教わって生まれてきてるんです。なるほど、うん、それが実は直感力なんです。あ、だその経験してる魂が、その兄弟がいっぱいいればいるほど、こんな経験したんだよって魂の親に話すわけです。そうすると自分が生まれてくる前に、お前誰々のね兄弟がこういう経験したから、お前こういうことに気をつけろよとか、こういうことをあの学習して生まれていけみたいな感じで教わって生まれてくるんです、うん、それが直感力なんですね。だからもちろんその前世でやり残したこともあるんですけど、それをサポートするのがその直感力みたいな、知恵をすでにもう生まれてくるときに与えられてるんです、僕たちは、うん、それは直感力、
そうなんです。そうすると、なんかこっちの道に行った方がいいかなって、生まれてね、しばらくすると忘れちゃうんですけど、でもなんとなく、こっちの道に進んだ方がうまくいくかもって、それはもう前世で散々知恵を教わって生まれてきているので、はい。それが前世で気づかな、自分が前世で何やったか気づかなかったとしても、直感をフルに生かしていくと、不思議とそっちの道になんかあれみたいな、もしかして前世でこんなことやってたのかなみたいな感じでそっちの方に導かれていったりとかするんですよ、ね、はい、常にやっぱり素直であるっていうことは大事なんです。素直でね、素直だとそういうあのなんかいろんな知恵とかもそのままこう、うん、リュックサックにこうしまい込んだまんまじゃなくてちゃんとそこから下ろして出していろんな知恵が使える。頑固な人とか凝り固まっちゃった人って結局リックサックにいろんな知恵をこう授けてこう持たせてもらって生まれてきているのに結局その知恵を使わずにその直感力を使わずにそのまま死んでいっちゃうんですね。なるほどね。そうすると帰って戻っていくとお前なんでこれだけいろんな知恵授けてるのになんで気づかないんだみたいな感じで帰ると怒られちゃったりとかするんですね。はい、そっかそっか、まあ、そっかそっかって今聞いて分かってますけどね、それをやっぱり、はい、自分のこれからの毎日の生活の中で、はい、まあ、どうやってね、はい、こう見つけたり、はい、こう確認したりっていう、うん、まあ、でも今こうやってお話を聞いたら、はい、聞くだけでもね、はい、全然違いますよね。まあ、だいぶ違うと思いますね、うん、はい、そういうルールが分かってくると、うん、あ、なるほどなるほどというか、うん、はい、ね、神さん、神さん、さっきからねもう斜めからもう全然信用してないかのようなねコメントいただいてますけどね、はい、守護霊ってあるの？あ、さっきもこれ話しましたけどね、はい、守護霊がこう、はい、そうなんです、あの当番みたいな役割みたいなものです、はい、でもねこれ面白いんだけど、例えば、まあ、僕なんかはちょっと信じてるタイプだから、はい、こうやっていろいろ素直にお話聞いてますけども、はい、世の中にはそんなのあるかと、はい、信じない人もいるじゃないですか、まあ、もちろん大勢いらっしゃると思うんですね、はい、それって何なんでしょうね、そう信じる信じない、ね、うん、わざと信じさせないにされてたりとか、そういうこともあるんですか？ありますね。へー、はい、そんなこともあるんだ。僕がこういろんなこういろんな能力とかを持って悩みを解決して紹介してくださる方がいらっしゃるんですけど、だけどそういう方って来ないんですね、僕のところに。行ったらいろんなことが暴かれちゃうっていうか、例えば何か悪いものを憑依してると、そういうなぜ憑依してるのかとか、どういったものを憑依してるのか全部僕暴くんですね。うん、暴かれるっていうのはとっても霊体にとってはすごく嫌なことなんです。自分の秘密を知られるっていうのはとても嫌なことな、うん、だからわざと本人に行くなよ行くなよって言って来させないしたりとかするんですね、うんうん、はい、そういうこともあるんだ。あります。なんかすごいな、まあ、本当にいろんなケースがあるのでね、まあ、ちょっと、うん、そうね、一括り、あくまでもこれはまあ大原則なので、うん、はい、素直に生きることが大事、直感力を発揮するためね。ありがとう、ね、亀さん、魂はどうやって見たらいいの？あんまりね見ない方がいいです。うん、あの気づいてしまうとですね、僕は子供の時体験したように後からくっついてきたりとか、だからまあね、はい、特にこう見えないっていうもの、のむしろ逆です、見えない方がいいんです。だよね、いや僕もそう思いますよ。なぜか分かりますか？この世にとどまっている霊体っていうのは実は低級なものが圧倒的に多いんです。低級なものが見えるということは自分自身の意識が低級だからなんです。なるほどね、低級になっちゃってる。だからこう卑しい考え方を持ってしまうと、やっぱり同じように、あの同じようなレベルのものが見えてしまうんです、ね、よくあの、まあ、それとは違っても、はい、類は友呼ぶとか、はい、類は類呼ぶってやっぱりあるんですよね。それと同じなんです。それが人間同士の関係か人間と霊体の関係か、同じなんだ。そうなんです。だから自分が卑しい、あの人は羨ましいとか昆虫症とかばっかり思ってると自分の魂のレベルが落ちてくるので、そういう同類のものが見えちゃうんです、ね、やっぱり人を憎んだり妬んだりっていうのは、はい、下げちゃう。そうなんです、残念ながら下げてしまう。僕も人間だからやっぱり昆虫症と思うことも当然あるわけですよ、ね、うんうんうん、だけどそれをいつまでも根に持っちゃいけないんです。いつかそれを忘れなきゃいけないんです、うんうん、はい、僕も前その仕事何十社もやってる時にやっぱりこう詐欺にあってすごく何千万も騙し取られちゃった時があったんです、ね、あったんですか、はい、やっぱ当然恨みますよね、うん、だけど今はとってもあいい経験させてもらったなって。そうだよね、はい、僕は今そういうふうに、そういうふうに思うようにしてますね、はい、絶対その方が
だって結局して恨んだりなんだりしたら、またそういうものを呼んできちゃうことになっちゃうね。そうなんです。ますます自分が同化しちゃうんです、うん、その恨んでる、その恨んでる相手と同じようなレベルに自分が結局なっちゃうんだっていうことに、あ、皆さん気づくんです ね。まあ本当に皆さんね、はい、あ、過去性を、まあそうですね、何かのきっかけでね思い出すこともあるんです。あるんですよね、はい、やっぱりそういう自分がいた場所とかに行ったりとかすると、ふとあれみたいな、この映像どっかデジャブみたいな、ね、まあ、そうですね、うん、それは前世でもすでに行ってたり、ね、行ってたりとかするんです、はい、ね、本当に今日はでもね、すごい30分もオーバーしてますよ、はい、ね、はい、でも今日は本当にいいことをたくさん聞きまして、とにかく皆さん、やっぱりねワクワク、はい、楽しく、そうですね、そうすると運気も自然と上がってくるということ で、はい、鏡に向かってね自分に対して暗示をかけると、そうですね、プラスな、プラスの暗示をね、そうです、自分がこうなりたいって、うん、ね、ピンポイントで暗示をかける、暗示をかける、はい、で神社行った時はお願いする時はまずね、その神社の神様に、はい、ご開門を、そうですね、そうです、大事なことです、お祈りしてご挨拶をして、はい、そ, それから、まあ、自分の願い事とかね、はい、そうですね、そういうものを、はい、でまあ、大体正面には神様ちょっと ね、まずほとんどいないです。で、まあ、ちょっとその後ろだったり、後ろだったり横だったり、ね、とかするんです。それは場所によって違います、ね、まあ、さっきの大神宮だったらちょっと左の方向に、ね、向いてお願いするといいですよっていうのね。あと後ろで守ってくださってる方にもね、お願いする、守護霊の皆さんにも感謝、いつもありがとうございます、感謝をしてからお願いする、それからお願いをごとする、はい、そうです、はい、いいこと聞きましたね。そうすると本当不思議なことがどん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 起き始めます。起き始めますね、必ず起き始めます。やっぱりね、はい、明るいっていうのはねやっぱり大切だよね、これね、とても大事です、うん、人を恨んだり、はい、妬んだりしないでね、はい、人間だからしょうがないけど、でもそれはいつか断ち切らなきゃいけない、ね、スパンって切らなきゃいけない、うん、はい、どん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 ね運気を上げて、はいはい、皆さんこの番組じゃないですけど、どんどん夢を叶えていきましょう、はい、皆さんでね、あ、一ついいですか、どうぞ、ごめんなさいね、いいですよ、皆さん、うん、悪魔って信じますか？それってでも西洋のあるですよね、うん、だけど今日本にはいっぱいいるんです。ああ、どういう、だけどいいですか、はい、これはね皆さんよく聞いていただきたいのは、うんうん、悪魔というのは僕たちと同じ人間なんです、うん、同じ魂、うん、ただその聖書の中に、まあ、ちょっと何教聖書でもこう細かくちょっと分かれてるんです、いろいろありますよね、その中に成仏できない霊体は悪魔になるって教えがあるんです、うんうん、それを信じちゃってる人たちがいるんですね、うんうん、で自分が亡くなった後にたまたま成仏できないと、うん、あ、自分は悪魔なんだって思い込んで信じちゃってるから、信じちゃってるんです、はい、それを自分がそうに思い込んじゃってる人たちがいるんです。それが悪魔なんです。で黒魔術っていう手法でそれを召喚することができる、うんうん、だけどそれをやってしまうと必ず自分が何かの代償を払わなきゃいけない、うん、自分の命が短くなったりとか、うん、死んだ後自分は悪魔の使いみたいな、悪魔に操られるみたいなことになっちゃったりとかする、うん、だけどその悪魔っていうのは基本的には誰かが召喚しないと来ないんです、うんうん、はい、だけどそういった者たちもいるんです。なるほど、ね、だけどそういった者たちも僕たちと同じ人間なんです、うん、だからそういう能力を奪い取ってしまえばただの人間なんですね、うんうん、よく悪魔的なものがついて僕のところに来る方もいらっしゃるんですけど、うんうん、その悪魔の力を全部僕奪い取ってしまうんですね、うんうん、そうただの人間になっちゃうんです初期の、それから成仏させるんですね、はい、だからそういうものも怖くはないんですけど一応いる。なるほど。で妖怪みたいなものも実はいるんですね。よくに日本でね昔から、はい、妖怪って、まあ、厳密に言うと本当にゲゲゲの鬼太郎さんに出てくるような人間として生まれたことのない自然霊みたいなものたちを妖怪って言ってるんですが、亡くなった時にですね金金金金って思って亡くなってるとですね、その魂がどん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 いろんなその金金金金って思ってる人のマイナスのエネルギーを全部自分が集めて別な姿になってしまうんですね。それは鬼のような姿になってしまう。それも一種の妖怪化、妖怪化って言ってるんですけど、それもそのエネルギーというかそのマイナスエネルギーを全部僕は奪い取るんですね。それでシャキーンって普通の人にしてなっちゃう。そうなんです。なっちゃうんです普通の人に。それから世に送るっていうことをしてるんですね。だそういったものがこの世にはいるということを皆さんにご理解いただきたいですね。はい、だけど怖がる必要は全然ないですから、ね、ただの人間ですから。
はい、ただの人間が若干なんかプラスな、なんかこう思い込みだったりプラスなものを集めちゃって別なものになっちゃう、はい、だから全然怖くないです。ただ弱点もいっぱいありますから、はい、そういったご相談もいろんな方僕のとこ来られるので、そうですね、全然怖くないです。まあ、今日ね、まあ、これ見てる方もしくはそこアーカイブで YouTube とかも流れますんでね、はい、見てる方で、はい、もしご相談、はい、だったらね、でもご相談したいって言ってもね、そうですね、もしあれだったら、あの、何ですか、あの、何でしたっけ、 Facebook、 Facebook か Facebook 大丈夫ですか、 Facebook 大丈夫ですか Facebook に、まあ、お友達申請、はい、でも お友達申請していただかないと、まあ、メッセージも多分なかなか見えないと思う、ね、そうですね、まあ、電話番号この場で言っちゃったらいいですけど、いやちょっとそれはちょっとまずいですよ、ちょっとまずいんで、はい、まあでもフェイスブックでね、もし繋がなかったらちょっと一回、そうですね、水越さんのに一回、はい、あの繋がっていただいて、あ、なるほどね、はい、一応ね僕もあの、はい、友達申請させてもらってるんですけどね、フェイスブック始めたのは、まあ、つい最近、つい最近ですね、はい、あまり見ないですか。あ、でもスマホでね、まあそうです、たまには見ます、はい、で Facebook は桐生.綾小路で、はい、はい、そうそうそうね、はい、桐生.綾小路で、Facebook やられてますんでね、ぜひ漢字でももしかして出てくるかもしれない。あ、出てきますよ。あ、出てきました、綾小路桐生 で僕漢字で検索してますから、漢字で、じゃあそれでね、はい、もしあれだったら、はい、ぜひ、はい、あのちょっとご相談ある方はね、お友達申請してみてくださいね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、今日もちょっとめちゃめちゃ深い話でしたね、皆さんね、はい、そうね、深い話をね、ほんと聞かせていただきました。で、はい、あ、そうそう、愛のツイート対象っていうのがあって、はい、お一人にね、はい、もしあれでしたらどなたか見ていただくっていうことでもいいんですかね、はいはい、そうですね、さっきあの僕をベタ褒めしてくださった方でしょう、もう個人的な主観で、あ、そうですか、はい、あ、この方、あ、そうですね、星野さん、そうですね、多分同じ方だったと思うんですけど、あ、そうですね、多分、はい、多分この方は結構深い方だと思いますね、はい、この方ね、この方ね、はい、この方があの多分すごくこう、はい、僕の意図することを一番よく理解してくださってるのかなと思います。ね、はい、じゃあちょっとあの私、はい、あのお友達なのでちょっと、はい、あの連絡を取ってみたいと思います。そうですね、はい。と、はい、いうことで、はい、いや本当にどうもありがとうございました。もう一ついいですか。ごめんなさいね。いいです。はい、何でしょう。僕一応もこれ過去内定なんですが、あの来年の5月に、あ、そうだ、モンゴルのテレビに1ヶ月間ちょっと監禁で出るんですね。え、あのモンゴルのテレビに1ヶ月間、はいはい、まあ、ホテルに滞在するんですけど、 なんで出てるの、どうやる、あのモンゴルの番組でですね、ちょっと面白い番組がありまして、あのアジア、例えば韓国とか中国とか、そういう、まあ、モンゴルに隣接するような国とか、モンゴルに近しい国の人たちの占い師とか霊能力者を集めて、いろんな問題を出すんですね、うん、それをみんなで当てていくっていうクイズ形式の番組があって、どっからつながったんですか。あ、たまたま僕の友達、僕の知り合いの方が、まあ、モンゴルビジネスをやってらっしゃる方がいて、それでなんか日本人でそういう人いないっていう話が来て、その方に推薦していただいて、向こうのモンゴルのプロデューサーさんと司会の方にお会いして、じゃあ出てくださいね。1ヶ月間、そうなんですよ、30日間、まあ、毎日かどうかちょっとわからないですけど、いろんな問題を出されて、それ霊能力者って立場で、僕はそうですね、当てるんです。で一応1位2位3位って競うんですよ面白いですね、うん、そうなんです、だから自分のなんかこう力試していいかなと思って、あ、面白いですよね、はい、でもモンゴルのテレビって見たことないですけどね、はい、なんかね、いろんなアジアの国に配信されるらしい。あ、そうなんですか。 YouTube にも出るって言ってました、なんかいろんなところになんか、来年のいつ、5月5月です ね、 ですね、モンゴルで1ヶ月間、はい、そうです、代表として、はい、日本代表で出ます、ね、頑張ってください、頑張ってます、頑張ってください。なるほどね、あ、星野さん喜んでますよ、はい、キャありがとうございます、まあ、連絡しますからね、星野さんね、はい、春さん今日は勉強になりました。キルさんありがとうございました。どうもです、こちらこそありがとうございました。神戸さん最後まとめるね、こうしてみると全ては心の持ちようみたいだね、おっしゃる通りですね、おっしゃる通りでございます。それが一番大事なんです。つまり亡くなったものよりも
生きてる人間の方が強いっていうことを忘れないでください。生きてる人間強いです。その皆さんの言葉が大切ってことですからね。そうなんです。はい、マックさんね、星野さんおめでとう。アイガーセブンさん、とても深い話で面白かったです。ありがとうございました。5月モンゴルお気をつけて、ね、はい、ありがとうございます。綾野光司さん、すごいですね、人の役に立つ素敵なお仕事ですね。ありがとうございます。皆さん本当、皆さんのねコメントがあるからメディカツさん盛り上がるんですよ。本当にありがとうございました。今日もねありがとうございました。ということで、はい、もう大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですかこれ。で最後にですね、メディカツポーズっていうのがあるんですよ。これ、はい、メディカツポーズっていうのを一緒にやってもらいます。はい、これどういうかというと、あ、ポーズをするんです。ポーズをするんです。はい、あのカメラに向かって、はいはい、一緒にやるんですよ。はい、まず指を出すね、はい、火曜の夜を楽しむにはって言った後で、はいはい、M を作ってもらって、メディカツの M なんですね。あ、はい、でこれ下からですね、下から上げます、はい、メディカツ右に、そう、それでいいポーズ、これでちょっと止まります。ちょっともう一回やりますね、はい、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、でこれ止まってもらってね、あれ、はい、首が、あ、首はまっすぐでいいですよ、はい、首はまっすぐ手だ、手だけこうやってね、はい、これね見てる皆さんも一緒にやるんです。本当にやるんですよ。すごい、本当。なんかあの宗教かなんか。宗教、あ、メディカス教ですか。あ、メディカス教ですか。メディカス教。じゃあ皆さん行きますよ。開運、これで開運メディカスポーズ。開運でですね、はい。これやるとね、皆さん夢が叶うっていう。微笑みながら。微笑みながらね、行きますよ。はい。いや、桐生さんと一緒にできるなんて幸せですよ、本当。行きますよ、はい。じゃあ皆さんご一緒に開運メディカスポーズ行きます。よろしくお願いします。火曜の夜を楽しむには、には、メディカス。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございまし ました。はい、ということで、皆さんね、もう1時間40分今日ね、本当いや楽しかった、あっという間でしたよ。 ありがとうございます、うん、いい話をね聞かせていただきました。はい、ぜひ皆さんね、今日聞いたことアウトプット皆さんしていきましょうね。はい、どんどん役に立ってください。いやいや、とんでもない、もう本当によかったです。はい、運気上げていきましょう。はい、ということで、メディカツ、次回は、来週ね、またございますので、ぜひですね、また来週、あ、ちょっと待って、あ、これか。来週ね、また、メディカツありますので、ぜひ見てください。ほら、皆さん、メディカツかつメディカツってみんなやってくるんですよね。本当、ありがとうございました、皆さんね。それでは、素敵な1週間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。